今日はですね、ニトラス IO というのを使ってですね、Ruby の使い方を勉強しようと思います。毎週、月曜日にやっている Ruby の勉強会で、それぞれ環境を作るのが非常に大変だったりするので、最近はこのニトラス IO を使って勉強会やってます。ニトラス IO のですね、サインアップ用の URL は、後でこの動画の詳細のところに概要です。概要のところにつけておきますので、そこからぜひ、登録していってもらえればと思います。で、ニトラス IO を登録して、ログインした状態で、一番最初に出てくるのがこの画面なんですね。で、ダッシュボードをまず開きます。はい、するとですね、ここにボックスというニトラス IO 用の特殊な画面、この一つ一つがですね、って言っても一つしかないんですけれども、バーチャルサーバーなんですね。で、この中、ボックスの中に、開発環境がセットアップされています。で、今回こちらは勉強会用ですけれども、もう一つ新しくこの動画のためにボックスを作ってみます。ニューボックスをします。すると、Ruby や Node.js、Python、Go、PHP、なんだこれ、メテオっていうのかな、などの、言語が使えるようになっています。で、とりあえず名前と、このボックスの名前とですね、どこに置くか、これ、とりあえずこのままでいいか。で、メモリー。これ増やすには、またこのあたりの単位が必要になりますけれども、これは有料プランにしなければ増えないという。で、とりあえず、クリエイトボックスと押します。はい、今作ってますちょっと時間かかるな。今ボックス作ってます。もうちょい。はい。なかなかす。よし。はい、これがニトラス IO のボックスです。ちょっとね、下に出てるのがコンソール。Ruby とかいじるときのターミナルと同じ画面ですね。例えば、ここによく使う IRB。はい、ちゃんと使います。IRB が。で、例えばここで、1たす1、2と、計算できますね。例えば、はい、現在の時間。あれ？はい、ダウンの N が大文字になってた。はい、現在の時間を表示させる。はい、これもちゃんと時間表示されています。だから例えば、ここでそのままね、コードを入れることもできるんですよ。どうしようかな。思いつかない。こんなんで、とにかく、コマンドを入れていくことができます。で、ここでですね、これがターミナルの画面になっていて、この上が、エディターなんですね。で、今この readme.md、つまりこのファイルが開かれているということです。例えば、まずじゃあここで一つファイルを作りましょう。何でしょうかな。ちゃんと閉じもきちんとやってくれるので、はい、これで Hello RB と保存されました。はい、打ち込んだ通りにコードがね、動いて、ここに Hello World と表示されました。こんな感じでね、ニトラス IO は、自分のローカル上に環境を作るよりも手軽に、環境を作って、プログラミングの勉強をすることができますので、勉強会などにはおすすめじゃないかと思います。以上です。また機会があれば、勉強会の合間などにこれを使ってですね、Ruby とか Rails について説明していこうと思いますので、お楽しみにです。よろしくお願いします。